No blood, no Dallas. わちもじゃジャパンへようこそ。今日はエイリアンシリーズで最も不気味で恐ろしいシーンを厳選してご紹介します。ナンバー10、廊下の追跡、エイリアン3。デビッド・フィンチャー監督の作品には確かに欠点も。監督自身も私以上に嫌いな人はいないと述べ、この作品を否定。しかし、いい点も。若き監督の才能が芽生えていることを示すよく構成されたシーンも数多く。エイリアンがリプリーに近づく場面は象徴的。映画にはシリーズ全体で最も素晴らしい追跡シーンの一つが含まれています。廊下での追跡シーンはテンポが素晴らしく、演技と音響デザインも素晴らしい。さらに回転する視覚ショットや独創的な視覚効果など楽しい演出も。映画作りへの情熱がよくわかります。ナンバー9、女王の正体が明らかに、エイリアン。ジェームズ・キャメロン監督の3作目と考えると驚き。彼はすでに映画制作の技を完全に把握。2作目のスリリングなクライマックス、リプリーとニュートがエイリアンの女王と出会うシーンは見もの。女王がゆっくりと姿を現すシーンはまさに傑作。耐え難い緊張感、独創的なビジュアルとサウンドデザイン、そして目を見張るような特殊効果が満載。監督とスタン・ウィンストンは釣り糸という圧で操作する14フィートのパペットを制作。その結果、これ以上ないほど素晴らしいものに。映画史上最高の登場シーンの一つ。間違いなく最も恐ろしいシーンの一つでも。ナンバー8、シャトル脱出、エイリアン。最初の映画は顔が溶けるような対決で終わることはありません。その代わり静寂、不安、サスペンスが優先。リプリーはエイリアンが脱出シャトルの中に隠れていることに気づき恐怖に。そしてエイリアンを倒すため知性が試されます。エイリアンが近づくのを許し、近づいてくる音を聞くにつれ呼吸がどんどんパニックに。そして彼女はエイリアンを宇宙に投げ捨てます。リドリーは緊張感を高め、ストロボ効果でシャトルを照らしました。生物が影の中にとどまるようにすることでこのシーケンスを完璧に演出。 This is Ripley.Last survivor of the Nostromo. Signing off. Number 7, Alien Hybrid, Alien 4. A human reproductive system. She is giving birth for you, Ripley, and now she is perfect. 僕のファンにとってこれはシリーズ最悪の作品。少し奇妙な展開になるから。しかし、この奇妙さがどの作品とも違うグロテスクなイメージに。女王の DNA がリプリーの DNA と融合。リプリーを母親と認識する奇妙なエイリアンと人間のハイブリッドが誕生します。この生物の結果は不快なものに。顔は人間の頭蓋骨に似ており、白い粘膜で覆われています。まるで悪夢からそのまま引き裂かれたかのよう。ナンバー6、バックバースター、エイリアンコベナント。Sit down. I'm so sorry. チェストバスターは誰もが見たことが。リドリーはそれを知っています。オリジナルの魂を保ちながら少し違うものに変えようと。結果はレドワードは胞子に感染。すぐに医務室に運ばれます。そこで地獄が解き放たれるのです。
ネオモーフが彼の背中からゆっくりと現れ、床に倒れます。悲劇的にもその日、人間的な生き物と一緒に部屋に閉じ込められてしまったカリーネを殺してしまいます。このシーンは象徴的なオリジナルに素敵なひねりを加えたもの。より生々しいエイリアンの誕生の不快な詳細を全て見ることが永久に残る印象を残すのに十分。ナンバー5、帝王切開プロメテウス。チェストバスターの別のバージョン、賛否両論の前編プロメテウスで見ることができます。デビッドはホロウェイの飲み物に謎の黒い液体を混ぜ、ホロウェイはエリザベス・ショーと寝ます。ショーは妊娠、しかし赤ちゃんではなく、少なくとも人間の赤ちゃんではありません。サージュリーアブドミナルペネトレーティングインジュリーズフォーンボディイニシエイト。映画の最も有名なシーン、ショーは自動手術台に入り、お腹の中から怪物を取り除きます。演技や閉所恐怖症を誘発する設定、子宮から這い出るイカのゾッとするようなイメージまで、全てがホラー映画に完璧。パニック発作を起こすには十分。ナンバー4、アッシュの正体エイリアン。アッシュ、最初のエイリアンにはホラーで最も有名などんでん返しの一つが、それは不気味な表現。アッシュはロボットであることが明らかに。エイリアンの標本を会社に持ち帰るよう命じられます。アッシュはリプリーを襲撃、危うく殺しそうに。パーカーが間一髪でアッシュを鈍器で殴り、リプリーを救います。アッシュはパニック、甲高いロボットのような音を発し、部屋中に白い液体を吐き出します。そしてパーカーが頭を打ち、その後どうなるかは皆さんもご存知の通り、恐ろしいエイリアンモンスターがいっぱいな中、単純なロボットが最大の恐怖を与えるというのは驚き。There is an explanation for this, you know. ナンバー3、ス、エイリアン。What is that? I don't know. Proceed inside. ジェームズ・キャメロンは明らかにホラーよりもアクションが好き。それでも不気味なシーンもちゃんと作成。例えば LV-426 に到着するコロニアルマリーンズ、到着シーンを最大限活用。空っぽで廃墟となった廊下を長々と描写、不気味なサウンドに魔法をかけています。しかし彼らが巣に向かう途中、事態は文字通り本格的な恐怖へ。海兵隊員たちは開いた卵と繭に包まれた入植者を発見。その一人が目を覚まし、エイリアンの赤ちゃんを出産。そして銃撃が始まります。これはおぞましい光景と想像を絶する恐怖、最初の映画の緊張感を思い起こさせる見事なシーンです。ナンバー2、通気口の内部エイリアン。リドリー監督がこの短いシーンでどれだけ多くのことを成し遂げたかは驚くべきこと。彼は通気口にいるエイリアンに対する途方もない不安感の形成に成功、主に反応と素晴らしいサウンドで実現。絶え間ないビープ音は永遠に私たちの悪夢に。またエイリアンがついに影から姿を現す場面、史上最高の驚愕シーンを演出。最後にグループのリーダーだったダラスも殺害。彼は映画の主役として設定されていますが、見事なおとりとして恐ろしい金切り声一つで彼を殺害。なんというシーン。私たちのトップを発表する前に、いくつかのリストガイをご紹介。デイビッドがネオモーフを沈めるエイリアン、コベナント。素晴らしいサウンドデザインと不気味なビジュアルによる緊迫したシーン。Breathe on the nostrils of a horse, and he'll be yours for life.医療施設の攻撃、エイリアン。フェイスハガーと一緒に部屋に閉じ込められます。誰もあなたの叫び声を聞くことができません。水中の異種形態、エイリアン。これはフランチャイズで最も象徴的なビジュアルの一つ、おそらく全てのホラーの中でも。
先へ進む前に必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画についての通知を受け取ってください。時々またはすべての動画の通知を受け取るオプションがあります。ナンバーワン、チェストバスター、エイリアン。もちろんチェストバスター。 First thing that I'm gonna do when I get back is to get some decent food。 チェストバスターでないわけがない。不気味な惑星を探索しているとき、ケインは卵の上に顔をかざすという馬鹿げたことをします。フェイスハガーが彼の顔を抱きしめるのを許します。映画史上最も象徴的なシーンの一つにつながります。ジョン・ハートは魅惑的。エイリアンの赤ちゃんがお腹を突き抜けていく想像を絶する痛みを完璧に表現。叫び声は耳をつんざくような悪夢のよう。彼のお腹からエイリアンが出てくる映像は何十年もポップカルチャーの定番に。これ以上のものはありません。象徴的なシーンを忘れていませんか？下のコメントで教えてください。今回の動画も楽しんでいただけましたか？バッチモジョジャパンの他の動画もぜひご覧ください。また必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画に関する通知を受け取ってください。